デンバーはアメリカ海軍の防護巡洋艦。デンバー級防護巡洋艦の一番艦。艦名はコロラド州デンバーにちなむ。デンバーは1900年6月28日にペンシルベニア州フィラデルフィアのネーフィーレビ社で寄港した。1902年6月21日に RW ライトによって命名浸水し、1904年5月17日に艦長。 J.B. マードック中佐の指揮下収益した。1920年に PG-28 に艦種変更され、1921年8月8日に CL-16 に艦種変更された。デンバーは1904年7月15日から26日までテキサス州ガルベストンを訪問し、デンバー市民から銀製食器人揃いの贈答を受けた。 その後カリブ海を巡航、配置を調査し、10月1日にフィラデルフィアに帰還した。続く2年半、デンバーは大西洋とカリブ海を巡航し、攻撃訓練及びその他の演習に参加、正常不安定な西インド諸島でアメリカ合衆国の権益保護を行った。1906年4月19日から26日まで、デンバーはアナポリスで行われたジョン・ポール・ジョーンズの サイ葬式に参加し、同年の夏はマデーラ及びアゾレス諸島へ海軍兵学校生の訓練巡行を行った。9月にはロングアイランドのオイスターベイで行われたルイズベルト大統領による貫越式に参加した。1907年5月18日にニューヨーク州トンプキンズビルを出港し、デンバーはアジア艦隊での任務のためフィリピンに向かう。地中海及び スエズ運河を経由し、8月1日にカビテに到着した。デンバーは中国、満州、日本の港を訪問し、その後艦隊とともに定期的に演習を行う。1910年1月1日にカビテを出港。メアアイランド海軍交渉に向かい2月15日に到着した。デンバーは3月12日に予備役となり、 九百十二年一月四日に限定、最終駅、七月十五日に完全収益し、太平洋での任務に就いた。続く五年にわたってデンバーは、サンフランシスコからパナマ運河地帯までの西海岸を巡航し、ニカラグア、メキシコの沖合を偵察、正常不安定な現地で調査及び、アメリカ人の生命及び財産を保護し、物資及び手紙の運搬、難民の保護、 有事速応のための訓練を継続した。1916年12月6日から1917年3月30日まで、デンバーはニカラグア沖イの本セカ湾を調査し、4月10日にフロリダ州キーウェストに到着、バハマからキーウェスト及びキューバ間の巡回任務に就いた。デンバーは1917年7月22日にニューヨークに到着し、 ニューヨークとバージニア州ノーフォークから出港する小船団の護衛任務に就いた。船団は大西洋の合流地点で駆逐艦隊と合流し、イギリス及びフランスの港に兵員を輸送した。第一次世界大戦が終結するまでにデンバーは8度の護衛航海を行い、1918年12月5日に任務を解かれる。その後は南アメリカの東海岸を偵察し、 1919年6月4日にニューヨークに帰還した。1919年7月7日から1921年9月27日までの間にデンバーはニューヨークからサンフランシスコへ航海し、パナマ運河地帯及び中央アメリカの沿岸で活動した。1922年の夏、デンバーは アメリカ合衆国を訪問したリベリアの大統領を乗せモンドビアへ送り届けパナマ運河地帯を経由してボストンに帰還した10月9日にパナマ運河地帯へ戻りその後の8年間クリストバルを拠点として活動したデンバーは中央アメリカの両岸を偵察しアメリカ合衆国の権益を保護し様々な公式訪問団を運び 儀礼訪問を行った後オーバーホールのためボストンに帰還した。1922年11月20日から12月18日まで、デンバーはチリで発生した地震と津波による被害者に対する救援物資を運んだ。1925年11月から1926年6月まで、デンバーは国境に関する特別委員会、タクナーリカアービトレーショングループの任務に従事し、 地理から交換ををアメリカ合衆国及びパナマ運運帯へ運ぶ2度の航海を行ったデンバーの最後の儀礼任務は、ハバナで1929年2月14日から19日まで行われたメインバクチン儀礼祭への参加であった。デンバーは1930年12月25日にフィラデルフィアへ帰還し、1931年2月14日に退役。 1933年9月13日に売却された。ありがとうございます。